今回は超宮押しスペシャル。巨人4年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した先発、中継ぎ、抑えの3投手に直撃しました。まずは今シーズン4年連続となる50試合登板を達成。フル回転の働きでブルペンを支えた高梨雄平投手。そして43試合に登板し防御率0点台と抜群の安定感を見せた巨人の絶対的守護神大勢投手。巨人が誇る最強のリリーフ陣にペナントレース、そしてリーグ優勝の裏話をお聞きしました。超 MC 宮本和智さんが選ぶ超宮押し選手に高梨投手、大勢投手選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはリーグ優勝おめでとうございます。改めましてありがとうございます。ちょっと時間経ちましたけど、はい、どうでしょう実感は。知り合いの人とか友達だからいっぱいあの連絡いただいて、はい、やっぱいいもんですね。東京に帰ってきた時に、はい、駅であのおめでとうってございますってファンの方が出迎えてくださってて、はいはい、なんかあ優勝したいなって改めて思いました。なるほど。その時はもうゴーグルは外してたんですか。ゴーグルさすがにさすがにね2020年にもジャイアンツで優勝を経験した高梨投手ですが、当時は新型コロナウイルスの影響でビールかけは行われず、今回初めて優勝を経験した大勢投手とともに高梨投手も人生初めてのビールかけとなりました。ビールかけの要因、まだちょっとビールみたいな、はい、まあ、神宮で試合だったんで次の日、まあ、その時は多分ちょっと匂ってたでしょうね多少。そうですか。そうですね。ベンチやブルペンもちょっと、まあとりあえず僕と船場様はちょっと臭かったあ、船場様さんなんですね。一緒にあのベンチ入りしたんで、上がってましたけど、ああウエースってあの練習終わってあ練習あるじゃないですか試合前に、はいはい、で僕練習終わって帰ってきたらもういなかったっす。あ、それは許されたんですね。やっぱ大勢なんで。やっぱ大勢なんで相当ビールかけもかなり弾けてる感じは弾けてました。まあだからあそこで次の日の体力も使い切ってで僕と船場様はベンチ入りしてました。なるほど。船場様さんもまあまあかけてる感じだったんですけどね。初めてビールかけしましたって言ってるんですけど、もうあの熟練のもうなんか10回目みたいなビールかけしましたね。さすがオールドルーキーから始まった2年目、はい、高梨さん、大勢投手のあのビールかけ、はい、かなりこう弾けてるようにも見えたんですけど、はい、高梨さんどうでした。なんか見つからなかったですなかなか。あ、多分結構本当にいろんなところ行ってたんだと思うんですよね。あ、そうですね。でだからこう会場がバーンってあるじゃないですか、はい、多分用意どんのスタートの位置は確認したんですけど、僕こっちで大勢ここだったんですよ、はい、多分ずっとこうやって動いてて合わなかったよね。ビールかけでなかなか。いや写真撮ろうかなと思ってたんですけど、なんか僕はなんかあのウィーラーと遊んだりウィーラーと遊んだりなんかお声に絡まれたりなんかそんな感じでしたね。バッサーと2人で那須さんにかけようって言って探したんですけど、多分本当にこうだからこうなってた次のビールかけはちょっと取りたいなと思って、はい、あ、日本一の時は、うん、でもなんかちょっと本当にかっこよく見えました。あの梅澤アナウンサーがインタビューしてる時もずっとこうゴーグルしながらロボコップみたいでちょっとわかんないっすロボコップすいませんすいませんジェネレーションギャップがロボコップちょっと古かったおじさんだったんで。そしてこの2人といえば優勝を決めた9月28日の広島戦、9回から登板した高梨投手が2アウトを奪うと、最後は大勢投手が無失点リレーでつなぎ巨人を4年ぶりのリーグ制覇へ導いたリリーフコンビ。高梨さん行きましたよね9回。ありがたいですね。ありがたい、まあ、点差もちょっと空いてたんで、まあ、5点ぐらいのところからまあ2人行ってみたいな、はい、あ、途中で。そうです、もう5点ぐらい開いたところであの2人行って最後対戦みたいな感じでこう決まったんで。それは阿部監督から、あ、杉内さんから。あ、それは分かんないです。そ、僕らはその要は電話が来たのをまた打撃する感じなんで。ああ、なるほど。そこまでは分かんないですけど、いや、でかでかと思って。でかでかいなと思って。でかい、はい、やったと思って。あ、もうでかい、なんかすごいでかいチャンス、でかいことやるぞって。いや、多分
35歳以下ぐらいは多分でけえってで本当にでかいってわけじゃないけど、はい、その要は買おうと思ってたものがお店にたまたま置いてあったとかで、はい、うわでかいでかいってラッキーラッキーみたいなラッキーでかいって言うんですか多分いいと思います言いますね、すいませんあごめんなさい50歳に分かんない宮本さんも多分分かんないと思いますでもこれ使わせていただきますでかいでかいなと、はい、でかいなと思って大事な9回のマウンドでかいと思う反面高梨投手は相当なプレッシャーを感じていたようです絶対アウト取んないといけないと思ってあだってそれで 1,2 塁とかになったら例えばですよだって、はい、トリプルプレーで試合終了になるわけじゃないですかなるほどだから僕はだから投げても2人だなと思ってたんですよワンアウト取ってヒット打たれて次のバットでゲッツーで終わったら、はい、なるほどなるほど僕が要は胴上げになっちゃうじゃないですか最後になってしまうからそうだから絶対2人だと思ってへえそういう計算も、はいされたんですね。そうなんですよ。だからもう絶対2人取んないとダメだなと思って行ったんで、はい、ちょっとまあそういうこう感じはありましたよ。どうですか、大成さん。そこまで大成さんのことを思って、はい、最後は大成さんという。そうですね。で、3人で綺麗に大成でパーって、打たれました。打たれた打たれた。決めに行ったまっすぐが打たれました。力んで。ああ、そうですか、あれ。真ん中行っちゃった。センターでしたよね。はい、真ん中に入っちゃいました。追い込んだ時にこう、大成コールが、はいはいね、ジャイアンツファンの方からすっごい来てた中で、シャーって行ったらパシーン打たれて、ワンアウト取るってやっぱ難しいですね。その話したね、はい、終わった、はい、なるほど今シーズン高梨投手は2017年の楽天入団時から数えて8年連続40試合登板を達成入団1年目からの記録達成は長いプロ野球の歴史でも10人しかいない偉大な記録だったんですプロ野球史上10人しか成し遂げてない記録意外といないですねこれご存知でしたかこれ一応なんかあの、はい、記者の方に教えていただいたりとかしてそうですね、はい、改めて今シーズンも含めてここまでの、はい、どうですか振り返っていやでもまあ僕はなんていうんですかこう歯車っていうか、まあ、あんまりこう、もっとこうねこうスターの方たちがこう頑張ってくれるんで、まあ、そこにこうなんとかこうひっついてこう頑張れって感じでって思ってるんでいつもなるほど、はい、大成さんは防御率で0点台振り返ってどうですか、まあ、もう優勝しましたからそうですね、まあ、途中怪我なかったらもうちょっと投げれてたと思うん でセーブ数ももうちょっと増やせてたのかなと思うんでまあでも怪我があったから圧倒的なパフォーマンスに戻ってきた説もある、はい、まあそうですねそういう考え方もあるんででもまあ戻ってきてからは、まあ、ある程度しっかり抑えられたのでまあそこは良かったかなと思います半端じゃなかったっすよ戻ってきてからの球戻ってきた直後が特になんかやばかったですよねあそうなんかもう進化して戻ってきましたよねなんかまだ進化するんだと思って、はい、ちょっと野球やめたくなりましたいや毎日大勢のブルペンこうやって見て、はい、もう野球やめようかなって言ってくれるんですよあハマスタとかだと、はい、真後ろにピッチャーの席があって、はいはいはい、その前にキャッチャーがいるんで、はいはい、球筋が見えるんですよ、はいはいはい、でそういうの見てお前今日すごい球投げてたぞみたいな言ってくれるんで、はい、なんかやっぱ疲れるじゃないですかシーズンとか、はいはい、球行ってるんかなとかやっぱ分からん時にこうやって言ってもらえるのは、うん、自分的に嬉しいですよねなるほど、はい、そういう2人のなんかこうお互いがお互いをこうなんか必要としてる感じがありますね、どうなんでしょうねそんな2人以外にも今シーズンブルペンを明るく盛り上げていたムードメーカー的存在がいたそうです宇都宮さんじゃないですか。そうですね。宇都宮コーチがムードメーカー、はい、じゃないですかね。例えばどんな？なんかこうふざける選手がまずやっぱ多くて今年。ふざける。はい。ああ今年はもう陽キャがすごい多い。明るいキャラクターが。はいはい。で宇都宮さんもなんかそれをこうするっていうんじゃなくて、はい、あの一緒にもうブーストかけてお祭りするみたいな感じだったんで。はい。タオルの数いつも大勢と勝負してるしどういうことですか自分で説明してタオルどういうことですかあの7回のタオルこうジャイアンツの歌が流れる時に闘魂込めてファンの方がこうタオルを推しの選手みたいな出してくるじゃないですかそれテレビ映るんで毎回ブルペンのテレビ見ながら宇都宮さんとどっちが多かったかっていう勝負しますえごめんなさい大勢さんと宇都宮哲也を比べてるんですかはい
結構じゃあ内海哲也のタオルも多いん。あそれがね、内海さんない時もあってそれをなかった時にこう煽るのが、まあ、一連の流れ。なるほど。そうですね。どんな感じで煽ってるんですか。あの黄金世代のスーパーエース最初賞を取ったピッチャーのタオルももうなくなったかっつってそう煽って、まあ、ちょっとこう雰囲気をまた良くしてるわけですね。はい。ジャイアンツファンの皆さん、ぜひ宇都宮コーチのタオルも掲げて勝負に勝たせてあげてください。そしてここでこのリリーフコンビから超 MC 宮本さんへ優勝のご褒美としておねだりしたいことがあるそうで。宮本さんすごいあのハワイがお好きだっていうのをあのずっといらっしゃる時からお聞きしてたんで、はいはい、ハワイのなんかこう おすすめのこうスポットとか、ああのお店とか、ええ、宮本さん流のこういいハワイの過ごし方をちょっと教えていただきたいな。素晴らしい。でもう優勝旅行でね。そうですね。大成さんお願いします。そうですね、ジャイアンツの可愛い後輩たちが頑張ったんで、はい、ピッチャー陣みんな連れてハワイでご飯連れてほしいですね。あ、なるほど、いいんじゃないですか。やってくれますよね、宮本さん。これはこのぐらいは、当然番組から経費は出ないです出ない。そうですね、番組も、はい、ポケットマネーでポケットマネーで、はい、ぜひぜひ宮本さんよろしくお願いします。優勝できました、皆さんいつも応援ありがとうございます、まだでもあの CS と、日本シリーズもありますので、11月まで応援よろしくお願いします。優勝して、ファンの皆さんにと一緒にこう喜びを分かち合えたんじゃないかなと、マウンドあの瞬間感じました、なのでまだ日本 CS 日本シリーズ残っているんで、もう一度、優勝して、ファンの皆さんのとまだ優勝して喜びを味わえるように頑張ります。